吉田さん、こんばんは。吉田さん、40歳から億万長者になる方法ね。そうなんですよね、継続することなんですよね。で、今回ですね、この動画を見てくださった方に、コンサルタントっていう話題でちょっとまずは最初話していこうかと思います。特にね、私がコンサルタントとして本当にインチキ臭いなと思ってこの言葉すら使いたくないのは、飲食店を中心とする店舗のコンサルタントのインチキさなんですよ、ね、店舗のコンサルタントって私ね、今の時代だからはっきり言えます。私の意味っていうのが、なんでこのコンサルタントが当てにならないかって言いますけども、今みたいなね、世の中になって店舗のコンサルタントをやってるんだったら、私は吉谷さんがね、店舗の経営者さんにしてるアドバイスぐらいはやって当然なんですよ。具体的に言うと、ネットで稼いでいくってことですよね。で、店舗のコンサルタントさんなら普段からネットを活用して店舗の宣伝とかね、店舗のサービスとか、それから店舗を営業しなくても売り上げが上がる方法のコンサルタントができるんだったら店舗コンサルタントだと思いますよ。ね、そうじゃないですか。だって今、多くの店舗がね、もう首回らなくなっちゃってるっていうのはどういうことかっていうと、店舗のコンサルさんが、もう言いにくいんですよね。店舗のコンサルさんが役に立ってないんですよ。インチキなんですよ。こういうピンチの時にコンサルさんが力を出して、売上急増みたいなことができるはずじゃないですか。で、そもそも店舗のコンサル入る人ってネットのスキルがね、なさすぎるんですよ。本当にね、しょぼい、本当にね、コンサルすんなと思いますよ。店舗のコンサルっていうのは、店舗のマネジメントしてる人が発信力が弱いから、そこに対してね、一番弱い発信力、広告力ってものに対してパワーを出してあげるのがコンサルじゃないですか。それがね、今までの店舗のコンサルさんってどこの広告会社をお願いしようかとかね、どこのホームページ作成代行会社とマッチングさせようかみたいなことで、自分が全然アクセス取れる人間じゃないんですよ。ね、店舗のコンサルさんで YouTube の再生数10万20万作れる人いますか？チャンネル登録1000人5000人取れる人いますか？それはね、発信力がないコンサルさん、店舗の発信力をどうやってつけるんですかと。店舗が広告に頼らずに自力で有名になっていく方法を教えてあげることができていたら、今みたいな状況になっても全く困ることがないんですよ。で、今ね、おそらく店舗のコンサルさんは、まあ、頑張ってらっしゃると思うんですよ、その中でも。で、思いついたアイデアが弁当作ろうかみたいなね、ウーバーイーツ頼もうかみたいな横一線でしょ。それじゃあやっぱりまた過当競争ですよ、ね、店舗をやっても過当競争、値下げ競争、同じようなメニュー、ね、それから今みたいな世の中になってウーバーイーツとかね、弁当に転換しました、同じ競争ですよ。違うんですよ。他のコンサルさんがやれないような、他の店舗経営者さんがやれないような、インターネットで集客して、インターネット上で販売して、そしてデジタルコンテンツで収益を得るみたいなことができるのが店舗のコンサルじゃないですか。それをね、全くせずに、そして避けてきて、本当に、まあ、はっきり言ってね、もう二足三文のコンサルをやってんのに店舗に負担がかかるような金銭の要求ばっかりしてるわけですよ。それは店儲かんないですよ、ただでさえ儲かんないのに。そういう適当なことをやってるからね、コンサルって言葉使いたくないですよね。ということで、私がコンサルをすごく嫌いな理由はここなんですけども、ただこれはね、私が見てきた今までのコンサルさんがそうだっていうことで、私と縁がない方のコンサルさんはもしかしたら素晴らしい方かもしれませんということでね、フォロー入れておきます。で、ネットビジネスの話にね、ちょっとここからシフトしますけども、やっぱりね、継続なんですよ、ネットビジネスの成功法則っていうのは。私は40歳から始めたんですけども、今47歳で、やらなかった日はないんですよ。しかもやる量が多分ね、ネットで稼いでる、まあ、上級の人よりも量は多いんですよ、ね、レベルの高い、その凝縮した、ね、学ぶさんとかね、池早さんみたいなことは私できませんので、全然そういうレベルじゃないんでね。じゃあですね、量で凌駕しようと思ってるんですよ、うん、いや、池早さんとか学ぶさんよりも私はね、アップロード本数は勝ってるんですよ。多分この2人、私追いつけないと、私に追いつくことは不可能でしょ、動画のアップロード本数で、ね、だから強い人には量で勝ってるわけなんですよ。もうそれしかないですよね、うん、で、多くの方に質問いただくのは、これ吉谷さんも言われてましたけども、どのぐらいで稼げますかって聞く人いるでしょ。私は必ずね、同じ答えをします。どのぐらいで稼げますか、久保さんって聞かれたらですね、どのぐらい続けますって聞きますよね。あなたどのぐらい続けるんですか。それに答えられたら、どのぐらい稼げますかに答えれるんですよ。ね、
これはね、本当にシンプルな答えで、私もね、こういうふうに返しがね、いつもね、秀逸だなって自分でも思うんですけども、久保さん、どれぐらいでこれ稼げるんですかって、いつまで続けるつもりなんですか、どれぐらい続けますみたいなこと聞くんですよ。そうですね、3ヶ月ぐらい続けようと思いますって言ったら、いや、それは稼げないですよって話しないといけないですよね。どれぐらいで稼げますか、3ヶ月で稼げると思ってるんですか、志低いですねって、じゃあ3ヶ月やってみてダメだったら諦めてくださいって話になっちゃうんですよ。ね。じゃあ、あなたよりも実績を出してる私が3ヶ月で辞めてますかって話なんですよ。で、もう一個言うとね、その途中で継続が続かずに辞めちゃう人に聞きたいんですけども、辞めたら稼げると思ってるから辞めるんですかって質問ですよね。辞めちゃったんですか、じゃあ辞めたら稼げると思いますみたいな感じですよね。だから稼げると思うことをやればいいのに、辞めちゃうってことは辞めたら稼げるっていうふうにどうしてか分かんないけど、そういう思考回路になっちゃったんでしょ。それだともう私が指導することは何もないんですよ。私が指導することっていうのは、辞めたら稼げない、続けたら稼げる、なんですよ。で、いつまで続けたら稼げるかがお互い分かんないんで、その分かるまでやっていきましょうってことなんですよね。分からなければ分かるまでやる、できなければできるまでやる、これしかないんじゃないかなと思うんですけどね。だからね、私は思うんですよ。私はずっと40からでも継続して、そこそこの結果を残しましたけども、言われるのがね、久保さんだからできたんでしょって言われるんですよ。で、私はその通りって言います。私だから私の人生ができたんですよ。じゃあ逆に聞きますけども、あなただったら何ができますかって、あなただったら何をしますかって、これもね、聞くんですよ。そしたらやっぱりうーってなりますね。答え詰まりますよね。だからね、成功者と同じことをするのはなかなかね、難しいんですよ。だって成功者がいるわけですから、そこのマーケットに同じことで追いつくのは難しいんで、同じ方向性はいいんですけども、全く同じことしたら全然ね、その成功者に勝てませんから、ちょっとね、こう軌道を使うんですよ。自分にしかできないことを、ね、見つけてそれをやるんですよ。で、自分にしかできないことはありませんっていう方いますけども、いや、あなたの人生はあなたにしかできませんからっていうことじゃないですか、回答としては。だからね、自分がね、どのぐらいユニークなのかってことをもう一回思い出していただいて、そのユニークな自分に対して必ずファンができるってことを、やっぱり自分を信じていくってことですよね。自分のことが信じられなかったらビジネスできないんですよ。ビジネスって信頼関係が全てですから。まず一番最初の信頼関係は、己が己を信じてあげることなんですよ。次に目の前の人を信じてあげること、信じてもらうことなんですよね。で、これが第一歩であり第二歩なんですよ。これができなければ、40歳から億万長者にもなれませんし、20代からでも無理ですよね。20歳からもう全然無理でもです。10代からでもできません。70代でも無理です。もう何歳から始めてもできないです。そんなことはね。それこそ、コンサルみたいになっちゃいますよ。コンサルさんね。コンサルさん。もう本当コンサルって、こういう時にこそコンサルの力が試されるのに、なんでね、売上が 90% 減とかを作るんだろうなと思いますよ。コンサルのせいですよ、これは。コンサルのせい。店舗コンサルのせい、飲食店コンサルさんはみんなもうね、脳なし。はっきり言って、もうこんな悪い言葉使いたくないですけども、ずっと私は言いたかったんです、これが。こういう危機の時代に、コンサルさんなら、ちゃんとね、困らないような売上転換を図りなさいよって話ですよ。そう思いませんか、飲食店の経営者さん。何のためにコンサルついてるんですか。ね。何も起きてない時に、そこそこ力になってくれるのは当たり前なんですよ。それは友達でもそのぐらい力になってくれますよ。で、コンサルさんの力を試されるのはね、もう誰一人売り上げが上げられないだろうみたいな状況でも、いや、私のコンサルだったら、あなたは私を顧問でね、コンサルで雇ってるんで、あなたには全く損させませんよっていうふうに言えることなんですよ。ね、それが今コンサルさんはね、いや、今ね、こういう状況じゃちょっと難しいんで、おとなしくするしかないですよみたいなこと言うんですよ。何のアドバイスですか、それは。自分の無能さをさらけ出してるだけですよ。ね、私は飲食店の専門コンサルではありませんけども、売上を落とすことは全くしないです。吉谷さんもそうですよ。どうですかね、どっちが店舗のコンサルに向いてると思います？飲食店だろうがね、どんな店だろうが、どんな会社だろうが、私は吉谷さんは何を扱ってようが、どんな業種だろうが、同じ売上をこういう状況でもね、立てさすことができるということですよ。店舗のコンサルさん、ちゃんとしないといけないですよ。ね、こういう時に売上が下がってんのはね、世の中のせいにして自分の無能をさらけ出してそれを正当化する、そういうコンサルさんをね、選んでしまった店舗の経営者さんも気の毒ですよ。コンサルさんを信用してやったのに、信用を全く裏切ってるわけですから。だからこれを機会にね、店舗コンサルがどのぐらい役に立たないかってことがもうね、はっきりとこの世の中に知らしめてもらいたいですよね。
本物だけが残る時代になると思います。で、本物だけを選んでいきましょうということで、店舗コンサルさんをめった打ちにした回でした。すいませんでした。